はるみさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ペイ特裁で特典30ドル LINE ペイのお得な使い方ということで、今回は現在開催中の LINE ペイのペイ特裁でお得な使い方ということで、今からお伝えしていこうと思います。早速なんですけども、この3つ特典3つとは何ぞやということで、結論からお伝えすると、今回は3種類の組み合わせができてこの特典3つもらえるということなんですが、まずその1つ目っていうのが LINE ペイのペイ特裁の還元が1つで、2つ目は楽天ポイントとドコモの D カードもしくは T カードですね、ツタヤので、3つ目っていうのがお店独自のポイントカード、この3種類が組み合わさって特典30ドリができるというわけですね。例えばこれは僕の体験談なんですけども、つい先日ですね、ツルハドラッグに行ってきました。で、買ったものはこんな感じ、醤油とかキッチンペーパーとか納豆とかですね。もうここはちょっとした食材があるので大変助かりますね。そしてここのお会計でどんな流れになったかというと、まずここでは楽天のポイントも貯まるので、楽天のポイントカードをまず提示する、次にツルハのポイントカードを見せる、そして最後に LINE ペイでお支払いをしてペイ特裁の還元を受けるという流れで、これで特典30ドリの完成ということになります。で、特典30ドリって他の店舗だとどんな感じなのかということで調べてみました。まず楽天ポイントの場合ですね、 LINE ペイプラス楽天ポイントプラスお店独自のポイントカードということで、まあざっとこんな感じですね。ビッグカメラ、ソフマップ、上信、ツルハグループ、洋服屋さんであると、ライトオンというところですね。次にドコモの D ポイントの組み合わせですね、 LINE ペイプラスドコモの D ポイントプラスお店のポイントということで、ここの場合は杉薬局にはスギポイントというポイントがあったりとか、あとはローソンですね。ローソンだと皆さんご存知のポンタカードも見たことあるので、この組み合わせということになります。まあまだ見る限りはこの2つしかちょっと調べきれてはないですね。次に T ポイントなんですけども、こちらは僕が探しきれなかったってこともあったんですが、まあ一つありました。それがですね、この家電量販店のエディオンというの、まあ聞いたことある人は聞いたことあると思うんですけども、ここだとなんと D ポイント、ドコモの D ポイントとツタヤの D ポイントどちらも対応してまして、これですねちょっと気になったので僕もお店に聞いたんですよ。そしたら結果的にこんな感じです。 LINE ペイプラス D ポイントプラスお店のポイント、もしくは LINE ペイプラス T ポイントプラスお店のポイントということで、どちらかの組み合わせということみたいですね。なので欲張って D ポイントと T ポイント合わせて40ドリでできるかと思ったんですけども、これはできないということになっております。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。多分ですね、僕自身がざっくりとしか調べてないので、もしかするとこれとこれの組み合わせでもできますですとか、この組み合わせはちょっと間違ってますよみたいなコメントがあれば、下のコメント欄にぜひ書き込んでいただければと思います。あとまあぜひですね、ペイ特裁という今 LINE ペイはキャンペーン中ということもあるので、もうこういうとこそぜひですね、お得に使っちゃいましょうということなので、ぜひこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。